はい、ということで、開志国際高校のキャプテン澤田君に来ていただきました。お疲れ様です。です。初戦どうでした？まあ、自分たちの走るバスケットのちゃんとできて、出だしからいい流れで入れたので良かったなと思います。僕が去年かな、去年でしたっけ、僕が高校行かせてもらった。はい、そう、去年行った時の、プレーの澤田君と、それこそさっき見たプレーの澤田君、なんかこう全然違うくて、本当こうガード同士の安定感出たなって、あとキャプテンの自覚っていうのすごい見えたなと思うんですけども、自分自身こう一番成長したなと思う部分もありますけど。そうですね、やっぱ自分去年はパスを回すだけだったりコントロールするってだけを意識してたんですけど、今年は自分が攻めて得点を取ったり、自分がドライブしてアシストしたりだったり、自分から始まるプレーだったりを だったりが成長したかなと思います。なんかより去年やっぱちょっとこうね、まだ2年生とかっていうのがあって、プレーに迷いがあったりっていうのはすごい見えてたりしたんですけど、それこそ今年さっきの試合とかで堂々とやっぱできるようになって、あ、すごい成長してるなって、はい、感じました。ありがとうございます。この、チームとして この成長でいうと、キャプテンから見て、もう開志国際、どこが成長して、何が強みとか。やっぱり自分たちの強みは、海の選手だったりが、層が厚くなったっていうのが、はい、強みで、スタートと出るメンバーと海のメンバーとの差が、はい、少しあまりないっていうのが強みかなと思います。なんかね、平君が上手いのは去年からこう分かったんですけど、12番のね、千木君のスリーすごい入るわけ、はい、個人的には誰が一番この、開志国際の中で成長したなって感じです、選手でいうと。そうですね、やっぱり自分は中島選手で、5番、はい、やっぱ泥臭いプレーをしてくれるっていうのが、やっぱ一番チームのためでもありますし、はい、一番頼りになる存在なので、ディフェンスだったり、まあ、リバウンドに絡んでくれる選手なので、そこをこのあと残り4試合、頑張ってほしいなと思います。このチーム このウィンターカップまでの仕上がりとしては、キャプテンから見て何点ぐらいできているの？90点ぐらい。けどもうほぼね、はい、満点近いで、はい、じゃあもう最後に、はい、明日、次の試合に向けて何か一言あればよろしくお願いします。出だしから自分たちのペースで頑張って勝ちたいと思います。頑張ってください。本当にね、ここも今年はね、それこそ全チームの成長がすごくて、はい、本当僕が見ててもどこが立つか分かんないので、はい、楽しみな試合に、なると思うので期待します。はい、頑張ってください。ありがとうございます。I'm gonna go to the hospital.